変わった投球フォームと聞かれると一般的にアンダースローなどが思い浮かぶでしょうが、世の中にはさらに型破りな投げ方がたくさん存在します。今回はそんなのアリーとなるような癖の強すぎる投球フォームを使う投手たちをご紹介します。試合中の緊迫した場面だからこそクスッと笑ってしまうようなプレーがあります。ネット上で話題になっているのが千葉ロッテ対日本ハムの一戦で発生した珍事件。3対3の同点で迎えた9回の裏、マウンドに立ったのはロッテの守護神増田直也。セットポジションから投球フォームに入ると投げる直前にふらつき倒れそうになっています。しかしこれに動じず投げられた1球は外角低めに一直線という、これ以上ないというほどのナイスボールとなりました。この投球フォームを収めた動画が拡散されるとコメント欄では、グラグラなフォームからのくっそ良い球で草、2人とも笑いこらえてるような顔で笑う、ふざけていい場面じゃないっていうのが余計おもろいと、緊迫したシーンでの珍プレーに大興奮の様子でした。大学卒業後、2012年にヤクルトからドラフト2位指名を受けて入団。2021年には1億8000万円超えの実力派投手にのし上がった小川。ファンからはライアン小川と呼ばれていますが、その理由は人類史上初の球速100マイル超えを達成したノーラン・ライアン投手に投球フォームが似ているからだそう。比較してみても小川は投げる際に左膝を胸元まで高く上げており、ノーランとそっくりなのが見てわかります。ノーランは高速のストレート1本を武器にしていましたが、小柄な小川のストレートは最速151キロと及ばないものの、切れ味抜群のカットボール、スライダー、カーブ、ツーシームなど多彩な変化球を代わりの武器として活躍しています。高校時代から剛腕を発揮し、3年の時点ですでに150キロの剛速球を繰り出していたという村田。卒業後は千葉ロッテマリーンズの前身である東京オリオンズに入団し、23年間同じチームで活躍し続けました。そして村田の活躍を支えたマサカリ投法は、日本におけるクセスゴ投球フォームの走りと言えるでしょう。モーションの中で左足を大きく振り上げ、右腕をまっすぐ下まで下ろし、そこから大きく腕を回して一気に振り下ろすようにして投げる投法で、マサカリを振りかぶって大きく振り下ろす様子に似ていたことから、新聞や野球ファンが呼ぶようになったそうです。もちろん4年という長い年月を経て編み出された投法なので、素人や初心者が真似をしてはいけません。見た目をそのまま真似して腕を思いっきり振り下ろすのは最も危険であり、数球で肩を痛める可能性も十分にあるので、良い子は遊び半分で真似しないようにしましょうね。ベルギー人の父と日本人の母との間に生まれた石田健とマルク投手。2017年に中日からドラフト2位で育成指名を受け入団。2021年はウエスタンリーグで登板していました。そんなマルク投手の投球フォームはというと、184センチの長身でグラブを大きく上げて跳ねるように投げる、腕の出どころの見えづらいフォームが特徴です。一瞬腕がカクッとなるせいで、学生時代には違反投球を指摘されたこともありましたが、一応ルール的には大丈夫らしいです。1970年から1980年代に活躍し、2度の沢村賞も獲得している名投手である小林茂。小林のピッチングフォームは王貞治の一本足打法を参考に構築されたもので、体を沈み込ませるようにして一本足の状態で一度深くためを作り、そこからための時間を調整して相手打者のタイミングを外すようにして投げるというものでした。小林曰く、世界一のバッターである王貞治を抑えるにはどうすればいいかと考えた結果編み出したフォームであったため、王は一番投げやすい相手だったそうです。阪神へ移籍後も小林は王に対して相性が良く、王は小林を攻略するために一本足打法を封印し、二本足で打席に立ったこともありました。龍谷大平安高校を卒業後、2015年にドラフト3位でヤクルトに入団した高橋奎二。ちなみに奥さんは元 AKB のともちんこと板野友美。高橋の投球フォームは右足を大きく上げるのが特徴で、足先をなんと頭より高く上げていて、逆にこれで体勢を保っているのだからかなりの体幹の持ち主だということがわかりますね。2021年は1軍の先発ローテに定着し、リーグ優勝に貢献。日本シリーズでも第2戦目に先発し、オリックスを相手に133球を投げ、プロ初完投初完封勝利を挙げ、優秀選手賞を受賞しました。身長198センチ、体重110キロ超えの巨漢助っ人外国人のミッチ・ライブリー投手。
日本にいたのは日ハム在籍時の2015年の1年だけで、オフには自由契約とされてしまいましたが、ライブリーの投球フォームは記憶に残っている人もいるのではないでしょうか。基本的に2アウトランナーなしの場面で見せる豪快な投球フォームが、ファンと審判の間で話題になりました。とある試合では、自慢の大きく振りかぶって投げたところ、塁審が試合を中断し、ライブリーに注意を与える場面もありました。注意の後クイックで投げたものの、やはり振りかぶった方が球速が出ており、個性とも言える投球フォームはよほどのことではない限り、多めに見てほしいものですね。ここからは番外編として、学生投手編とメジャー投手編をご紹介します。まず一人目は、九州産業大学の谷口雄生投手。明治神宮大会で見せたその独特な投球フォームが話題となりました。ブルペンでの投球練習を終え、マウンドに立った谷口。そしていよいよ披露したフォームは、足を上げたと思ったら、その足と上半身を一直線にピーンと伸ばしてから投げる超個性的なものでした。驚きのあまり、目の当たりにした観客と相手ベンチからはどよめきが湧いたそうです。谷口選手、実は中学校までは普通のフォームで投げていたのですが、高校から監督の指導によりこの変則フォームになったらしく、熱闘甲子園のインタビューでは、普通に投げたいと漏らしていたそうです。高知県の明徳義塾高校のエースだった吉村。181センチという恵まれた体格と、エジプト人の父を持つ身体能力を生かした右打者内角へのクロスボールに加え、スライダー、スクリュー系チェンジアップを駆使し、結果を残してきました。吉村の特徴は顔が二塁方向に向くくらいひねったトルネードと、その回転力を生かしたサイドスロー。なんと高校3年生となる2月に、監督さんから、腰が横回転なので腕の位置を下げてみろ、と言われて2月にサイドスローに変えたとのこと。もっと早くに指摘してあげてもよかったんじゃないかと思いますが、とにかくインコースにズバズバ食い込んでくる彼の投球は、とても打ちにくそうですね。アメリカ、ウィスコンシン州出身のニシェック。2017年には第4回 WBC アメリカ代表として、チームの優勝に貢献したこともある実力派投手。独特なサイドスローが特徴で、過去にショートを守っている時に負った怪我が原因で、この投球フォームに変わったらしく、傷が癒えた後も投球フォームが戻ることはありませんでした。その投球フォームについて野球の専門チャンネル、ベースボールトゥナイトでも検証されたじもあります。腕に余計な負担がかかる恐れがあるものの、右打者にとっては球の出どころの見極めが非常に難しいという見解がなされました。アメリカ、フロリダ州出身のマーク・ウォーレル。2008年にメジャーに昇格したウォーレルは、初打席で本塁打を放ち話題になりましたが、それ以上に彼の変則的な投球フォームに観客は目を奪われました。まず両手を地面につきそうなくらい低く落としてから、左方向に極端なオープンステップを踏み出し、その勢いのままぶん投げるといった形。下半身だけに注目すると、左から右に大きく移動させており、フォームの豪快さを表しています。その大きな横移動から繰り出されるスライダーは強烈で、えぐいくらい曲がるので、キャッチャーも取れないこともしばしば。テキサス州出身のウォルデン。2011年、アメリカテレビ局 ESPN は、ジョーダン・ウォルデンはどれくらいの剛速球を投げられるだろうか、との見出しで特集を組んでいました。当時の記事でウォルデンのコメントを掲載していて、今はストライクを取るために少し力を抜いているんだ。104から105マイルは出ると思うよ、と豪語しています。そしてウォルデンの投球の最大の特徴は、彼が起源とされるワンステップ投法。2015年、アメリカデータサイト、ファングラフスでは、ジョーダン・ウォルデンは何年もこの投げ方を続けているとして、ウォルデンの投球フォームがおとがめなしだったために、ワンステップ投法が合法となる前例を作ってしまったとしています。まさにワンステップ投法の元祖たる存在だったウォルデン。リリースポイントがホームプレートに近くなるため、必然的に打者との距離も短くなり、体感速度は増すことになります。2017年にルールが改正され不正投球となるまで、打者の目には脅威の剛速球に映っていました。ノースカロライナ州出身のキャップス。最速 101.2 マイルのフォーシームと、80マイル前半のナックルカーブ、80マイル中盤のスライダーを投げ、高い奪三振率を誇りました。ジョーダン・ウォルデンが世間に周知したワンステップ投法で、キャップスもメジャーで名を広めていきました。モーションを横から見ると、軸足で結構な距離を飛んでおり、反則投球ではないかと物議を醸しましたが、
2017年に禁止とされるまでは MLB 機構より正式に認められていました。いかがでしたでしょうか。選手たちが努力の末に編み出した独自のフォームでファンとしては活躍してほしいですが、体にかかる負担も大きく、短命で終わる選手も少なくないようです。現役の間に一度は見に行きたいですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。